こんにちは、リアンです。この前のキルシュ、たくさんの高評価コメントありがとうございました。今回の動画はパッド勢の方々は絶対最後まで見ることをお勧めします。海外のプロゲーマーゴーストチーム所属のエイデンが敵の壁を取るときに使っている技で、僕も使ってみたんですがとても強いです。エイデンはこの技を使ってワールドカップの予選で何回もこの技の強さを見せ、海外でとても話題になりました。このやり方はパッド最速で壁を取ることができて、ピングはもちろん関係してますが、だいたい0から30ピングぐらいならほぼ確定で成功します。では早速解説を始めます。パッドを使っているプレイヤーはモード切り替えを使って打つモードと建築モードを切り替えると思いますが、敵の壁を取ろうとするときにまずツルハシか武器で敵の壁を壊して、でそこから壁が壊れると同時にモード切り替えを押して壁を建築しようとすると思います。このやり方でのボタンを押す順番は R2 モード切り替え R2 です。これだとモード切り替えをしてから R2 で壁を建築しようとするまでにコンマ数秒遅れると思います。ですがエイデンは R2 そして R2 を押さえたままモード切り替えの順番でボタンを押します。この場合 R2 を押さえておくことでモード切り替えをした時にR2 が瞬時に反応して最速で壁を建築することができます。エイデンはこの技をショットガンを利用してよく使ってます。壁をショットガン一発でも壊れる状態まで削って、そこから R2 を押さえたままモード切り替え、ツルハシではなくショットガンだとフルモーションがなくなるので、自分がいつショットガンを打つか敵に悟られないことでさらに成功率を上げることができます。この技はタイミングをつかむのに少し練習が必要かもしれませんが、比較的に簡単にできるのでパッド勢の皆さんはぜひ使ってみてください。今回の動画が良かったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。これから先もっと役に立つ解説動画を上げる予定なので楽しみにしててください。バイ。